皆さんこんにちは、日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日2023年11月の、18日、11時11分、本日なんですが、強い風を、観測しています。で、太陽光パネルの生産量などは、日本国内では、かなり、生産量は限られています。で、もともと私が述べていたのは太陽光パネルを、全ての、住宅の屋根の上などに、設置する案だったんですけども、これは生産能力的に、ちょっと無理があるみたいです。ですので何を代替とするかというと、風力発電ということになります。小型の、1メートル ×1 メートルほどの、風力発電というものがあります。それぐらいだったら、しっかりと屋根の上に固定して、複数乗せて、それなりの、発電が、風の強い日なら、期待できると。あとは台風時にその固定しているところが、しっかりと、強度を保てるかというところが課題になるかと思うんですけども、その辺のところは、しっかりとした、取り付け作業を行えば、十分に、克服できる課題だと思っています。太陽光パネルに関しても、例えば中国などはたくさん生産されてますけども、その生産する資源ですね、その分で、各国でその生産できるところは生産して、で、基本的にその国から日本が例えば輸入するぐらいだったら、運んでくるのにガソリンとか結局消費すると、それだったらそこの国の方たちに使ってもらえば、世界的に見るとガソリンの消費は、抑え込めていけると、こういうことになるんですよ。だからこの辺のところも太陽光パネルのその使用する資源ですね、その内容によっては世界中多くの国で太陽光パネル自体は河川水門回避ダム発電のその貯水しているところに設置したいんです。それをするとかなり蒸発する水分っていうものが、抑え込めると。夏場とかなかなかこれがバカにならないと。河川の長さがかなり距離がありますから、あと合流する河川の距離とかも全て、計算に含まれてきますので、面積がものすごく広いんですよ。で、それで24時間、夏場1日で、蒸発する量を考えたら、これがなかなかバカにならない。だから、太陽光パネル、特に日照効率の良いところを優先して河川の上に、太陽光パネルを設置していくと、浮体式でこういうふうな形になってきます。で、全ての河川を太陽光パネルで埋め尽くす、例えばダムだとか貯水する池だとか、それはかなり、ハードルが高いですね。多分そこまでの生産能力ありません。だからできるだけ河川水門回式ダム発電で、日照効率の良い蒸発しやすそうなところに太陽光パネル浮体式を、設置すると、この案が最終的に、合理的であると。あとは屋根の上はある程度の大きさの風力発電を複数設置すると。そうすることによって、冬場などもそうなんですけども、他の季節でもそこそこ風が強い日はありますんで、そういう時に、しっかりと発電できると。そういうふうなところがメリットですね。ですので、その方向で、政府、経団連の皆さん、公務員の方たちや、一般的に社会で正社員として働かれている方たちは、そういった方向性であるということを、しっかりと、覚えておいていただきたいですね。で、その正社員の方たちが、パート、アルバイトの方たち、非正規の方たちにそういうことをしっかりと教えると。エネルギーの残存量問題を含めてと。こういうことですね。学校の先生もそうですよ。学生さんたちにそういったことをしっかりと教えると。だからあとは風力発電。だから今まで作ってきたものが変わってくるっていうことですね。だから車の生産量は今後は、極端に抑えていくと。世界中で。そうしなかったガソリンの消費が一方的にずっと増えていってしまってますから。消費の拡大がね、発展途上国が先進諸国化してきて、車、もともと電車バス徒歩でほとんどの人は移動できるのに、世界中ほとんどの国がそうです、今では。なのに、結局、車を買ってしまう。で、無駄走りをする。
大した用もないのに、車に乗ってどこか行きたくなってしまう。だから、余分にエネルギーを消費しているということになりますんでね。効率性の良さっていうものをしっかりと考えて、対応していかなければならない。だから車を使っていた分の金属は風力発電に変わると。だから、作るものが変わっていくと。まあ、こういうふうな形で、受け止めていただけたら、良いのではないかなと思います。昔もね、ある程度そのあたりまでの答えは、たどり着いていました。だから、まあ、太陽光パネルの生産能力やその資源の、採掘するペースっていうものを知ってる方たちは、この答えにたどり着けると思うんですよ。だから、それを知らない人たちは、だから一時期の私のような答えにたどり着いていたということになると思うんです。これもしっかりとさ、政府発表とかがなかなかニュースでないんで、自分でその政府に提案して、どれぐらいのペースで太陽光パネルが普及していってるかっていう、そのペース部分で見て、それで、まあ、できそうなのかできなさそうなのかのところで、判断、しています。これはもう多分生産能力ですね。まあ、河川の上にその太陽光パネル2台を設置するだけでも、これはもう相当な面積になります。向こう側だけでも、甲子園球場のグラウンド、まあ数百は絶対超えますね。もしかしたら千に届くかもしれないですね。それぐらいの面積になりますね。以上です。まあ、兵庫県だけでもね、加古川だとか、港川だとか、市川だとか、由良川だとか、湯母川だとか、稲川だとか、いろんな河川、そこそこの河川が、いろいろあります。水を一度溜めてしまえば、しっかりと、河川水門化、敷田も発電と地下水流トンネル発電で、発電できる河川っていうものは結構あります。それらすべてに、設置となると、ということを考えると、もうこれはとんでもない量になりますね。ですので、まあ、今後の政府の方針としてご理解していただいて、まあ、世界中どこの国もそういうふうな形で動いていただけたらなと思います。あとはその小型の1メートル ×1 メートルのその風力発電が、まあ、どれぐらいの発電能力があるかですね。まあ、シンプルなものですので、耐用年数はかなり長いとは思うんですけども、その風が吹く日自体が限られてますので、あとは台風の日とかに、しっかりと、発電できるか、まあ、マグナス式とかもいろいろありますし、まあ、安全性を考えて、まあ、どちらを選択するのか、まあ、設置する屋根の形状にも、まあ、寄ってくるかと思うんですけども、まあ、その辺のところを考えて、対応していただけたらなと思います。以上です。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。チャンネル登録とあと、私が YouTube にアップロードした時の、その着信通知の設定と。で、着信通知の設定がもし分からなかったら、最寄りの販売店の方に聞くか、身の回りの方に聞いていただいて、設定していただけたらなと思います。まあ、私からの情報の方が的確だと思います。テレビの番組もいろいろ分散してます。で、昔の内容とかも、ずっと放送していたりだとか、情報をしっかりと収集できていて、頭の中で整理整頓つけれてる人と、そうじゃない人がいて、ものを、話しますんで、やっぱり情報っていうものがどうしても、間違いっていうものが出てきています。ですので、まあ、今後の、対応の仕方としては、そういう方向でいくと。この方向で、皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。あと、まあ、説明のところも読んでいただけると幸いです。ですので、まあ、もう一つ、言い忘れていたのが、耕作放棄地などに太陽光パネルを設置していた例がありますけども、ああいったところは、もう一度、しっかりと畑として稼働させましょう。お米まで日本は今輸入しています。さらに小麦は、数年前が470万トン輸入だったのが、現在、高近年で577万トン輸入しています。これが日本の現状ですんでね、そこは政府からの補助金とかがつきますんで、
農家の資格を取得していただいて、あの農家さんとかで教えてもらってね、仕事の仕方とか、それで、農家の資格が、1年間1200時間ほど働いたり、することによって、取得できます。で、できるだけ農業を、広げていただかなかったら、やっぱり日本としても、世界としても都合が悪いということになります。それは運んでくるだけの577万トンの小麦を運んでくるだけのやっぱり、燃料というものが消費されてますから、これが現実ですんで、できるだけ、自分の国で農作物を作ると、まあ、そういうことですね。皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。